皆さんこんにちは。間違い探しの時間です。左右の絵から3箇所の違うところを80秒以内で探してください。それでは全6問スタートです。1問目です。モテる男性のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。女性に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。男性の顔の汗、ネクタイ、スカートの色が違いましたね。モテる男性も困るようですね。2問目です。入学準備のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。右半分に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。クレヨンの長さ、鼻の色、テープの向きが変わっていました。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われています。3問目です。お金の使い方を考えているイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。食べ物にはありません。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。時計の針、財布の色、そしてタバコの長さが変わっていました。お金をどう貯めてどのように使うかは大切なことですね。4問目です。パン屋さんのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。パンに一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでしたよ。棒の長さ、女性の髪、食パンの厚さが変わっていました。最近は高級食パンが話題ですね。5問目です。学校の生徒のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。男の子にはありません。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。リボンの形、髪型、学校の窓が変わっていましたよ。6問目です。制作をしている子どものイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。下半分に2つありますよ。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。リボンの長さ、折り紙の大きさ、雲の位置が変わっていましたね。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。